こんにちは。今日はカラミティブリンガーを採用した、ヴァンパイアのデッキ使っていくんですけども、まあ、このカードの効果が7コス74のスタッツを持っていて、出したらランダムな他のフォロワー3体を破壊する。復讐状態でないなら自分のリーダーに7ダメージ。これ結構面白い効果ですよね。出しただけで相手の盤面すべて3点取れる。まあ、もしくは自分の盤面が取られる可能性もあるんですけども。まあ、復讐じゃなかったら、まあ、7点くらい、まあ、デメリットがあるんですけども。まあ、これをメリットと取るか、デメリットと取るか。で、なおかつ進化すると、復讐状態やったら、要はこの7点ダメージでもし復讐になったら、これ、お見事っていうか、ね、ビンゴですよね。ランダムなリーダーか他のフォロワー1体に1ダメージを与えると。まあ、これを9回行うんで、まあ、盤面が何もない状態でこのカード出せば相手の顔に9点いく可能性がまああるんですよね。まあ、7コスやから進化権もまあ残ってるだろうし、まあ結構こうキーパーソンになるんじゃないかなと思うんですよね。で、なんか先ほど紹介した簡易の絶血のデッキに、このブリンガー3枚を積んでみました。まあまあ、進化権が余っちゃったよみたいな感じになった時にこのブリンガーを使って、なんか9点顔を与えて勝利みたいなことができればもう、ビンゴですよね。あいたい、じゃあちょっとやっていくか。さあ対戦相手はベアリオス。あれ、ベアリオスって英語でなんて意味やったっけ？ちょっと忘れちゃったな。確か英語でなんか意味があったよな。様々なって意味やったっけ？ちょっと忘れたけど。まあ、そんなことどうでもいいが。いやーさあ、ドローソースと、しっかり相手の盤面を取れるカードが来たんで、まあ、これ、よしですね、高校で。ブリンガー、高校取ったのがありがたいな。ブリンガーはやっぱ進化使いたいカードやから、しっかりそれを引けて、会員とブリンガーが結合していくことをちょっと想像してしまった。ちょっと興奮してみちゃった。ちょっと興奮してしまったな。ここ会員の従者ですね。まあこのカードお前優秀やな。回復できるのは本当優秀やと思うわ。なんかブリンガーに3回進化使った、ユーチューブやったー。なんだとはこっちが言いたいぜ。ここ盤面並べていきたいですね。でもドラゴンアイデアから、まあ遠赤の方が良かったかもしれないけど、まあもう1枚あるんで、まあもう1枚目は遠赤かな。まあ、ドローソースやっぱいっぱい引いていきたいんで。さあ、5コスは。あれでちょっと事故ってんな。あ、ガルミーユ。これ初めて見るな。あ？小賢しいな。ガルミーユ何もんだ。あ、しかもブリンガー2枚目。自分のターン中、このフォロワーがダメージを受けたとき、このフォロワーが破壊されなかったら進化する。なるほど。まあ自分のターン中やから、あんま関係がない話やな。ここ取って、絡みつく鎖で取ると。余興はそこまでです。で、遠赤の魔石を、まあ、使う感じかな、ここは。それでいきますか。で、まあ、ダメージを与えると。ブリンガー3枚。なんかちょっとフラグ回収していったぞ。これ、ブリンガー3回に進化使いたいな、みたいなこと言ったら、ブリンガー3回進化できる余裕あるかな、これ。小賢しいなあ。じゃあブリンガー3回進化使いたい。まあ、2回、最低2回ぐらい使ってあげたい気があるけど、4人強っ。4人強いな。武力を何時に教えよう。それ取っていく。小賢しいな。なるほど。では漱石の悪魔で遠赤、でも出せないか。4個下が出せないな。であれば会員が2回であると54取る必要性があるんで、ビーラーと5で2下げるか。ビーラー進化1回使うしかないな。ここはビーラーいきまーす。54強いな。まあでもまあまあ許容範囲か。あ、これ通る。
漱石の悪魔5個1枚出しますか。でちょっとドラゴンなんで遠石の方ちょっともうどうせいらないんで、よし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 。こいつ進化権がなかった、あんま強くないな。でもランダムなこのフォロワー全て破壊するみたいなもんやから、まあ実質バハムートみたいなもんやろこれ。しかもメリットがあるしな、復讐状態じゃなかったら7点与えられるっていう。まあちょっと7ターン目以降が見ものかな。まあここら辺まだね余興に過ぎないんで、まあフランス料理でいうあの野菜がまだ出てくる段階。恐竜時代悠長やな。さあドラゴンの卵、なるほど。じゃあ悠長やな、さっきからこれガルミをまじ進化するぞ。これ2点与えていく、もうこれ進化しない攻撃、まあ血の取引入るか。あービーラ引いていく。ただビーラあまり、欲しくないカードであるが、いやビーラ進化もありなんだよな、ぶっちゃけ全然ありなんやけど、自称ビーラ進化もありなんだけどな。しかもこれランダムなリーダーか他のフォロワーやから自分もデメリットを被る可能性があるっていうのはちょっと嫌やな。血の取引は打たないし、簡易の信者ビーラーなあんま出したくないですね。これ簡易にしとくか。恋愛まあビーラー出しても単なるニコスニー2のバニラカード出してもしょうがないんで、まあどうせ破壊されるからな。でもブリンガーで9点いけばまあ相当なるけどな。でもランダムやからな、自分が5点相手が4とかやったらもう完全にアドが取れないんで、ここで8コスで相手の盤面がガラ空きの状態だとブリンガーがねトリプルマシンガンがこーザーク。でもこれさブリンガーがさ、でもこれ強くない、このカード。だってさ他のフォロワー3体を全て破壊すんやろ。選択の通りに、だってそれっていうか別にだって悪い、これ取るやん。でも3体これ破壊やろ、これ全部取れんじゃないのこれ。うわーで進化したら相手の顔に9点じゃあ7点与えるのこれ。9か、強くないこのカード、ぶっ壊れやろ。さあ対戦相手はちょっと1戦目ブリンガーがなんか自分の顔にもなんか点数いくっていうことで、まあちょっとなんか使い方が間違ってたから、ちょっと2戦目はちょっとうまく使っていきたいですね。ここは使っていければいいなと思いますね。はい、ここでおいおならおならおなら、なんやな、なんで入れ替えたのに同じカードくんねん、マジで。なんで同じカードが来るねん、入れ替えたやん今。まあいいや、しかも出していく。しかもフライロスまんま来てほしくないな。でもしかも闇のくらいのコウモリウィッチ相手にちゃんと引けてるのは大きいな。やっぱ1枚握っておけるとやっぱ安心感あるよね。これしっかり1、2出していくのは小賢しいな。取って、血の取引、これ何も出さないですね。とりあえずフラウロスをデッキから出すっていう動きもねなかなか強いんで、そこをちょっと見据えていきたいんですが、もちろん相手は盤面をと小賢しい。なるほど、あ簡易の従者いきます。あと1枚あればフラウロスいけないけどな、絶妙にいけないのがなんかちょっと悔しい感じあるけど、まあターン終了で焦る必要はないからな。まあフライロスでか、まあ別にウィッチなんでアグロ的に押していくようなデッキじゃないしな、別にゆっくり戦っていっていいと思うわ。さあ取っていく、小賢しいな。ただこれギガキマウィッチじゃないな、純真入れてるから間違いなくそうであると。じゃあここでフライロスいきますか。これでまあ大幅な回復ができるんでね、これがなかなか強いんですよね。しかもスタッツがえぐいんですよ。しかもこのカードは進化するメリットがあるんで、破壊されたら5点回復できるからな。これがなかなか強い回復カードが、やっぱその
強大なる回復カードがまあ、バンパイア入ったっていうのは結構でかいと思うんですよね。しかもめっちゃイケメンっていうな、なんか三国志の曹操とかに出てきそうやな。あ、ゆうちょやな、シーンから5点回復しまーす。はい、俺5点回復で、ね、強っあ、2345やからいけないな。こいつが攻撃するときなんでね、血の取引、あ、鋭利引いたか。であればこれもう出せますね。鋭利打ちます。不穏なる夜の街をもう一枚、いやこっち1個残しようか。こっち出すわ。はい、出てくる。で4回目7やからまあ1回しか出てくるんで、俺進化使うでしょこれ、もちろん。でまた5点回復。これ痛くない、これも自称を増やすためにこれも使っとくか。一応もう使っていいですね、これ使えますわ。ドローソン2枚引けるしな、次のターンで。コウモリがもう旗が強いな、このデッキマジで強いぞ。回復ができる、いやーやっぱフラウロスが優秀やな。やっぱ私の見込んだ定めは間違っていなかったな。フラウロスがやっぱ優秀すぎるんで、ノアフレア、まあ、盤面取るにはもう全然マナリアか、懐かしいな。こいつ何回マナリアで相打ちするんだよ。マナリアがかわいそうじゃないか。しかもマナリア進化するじゃなかなか見られない光景だぞあーこれ7ターン目に終わるな。やばい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 、いや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 、あービーラー進化、あーでもまあ、ま、待てよ、ちょっとエーリースコルピオ、あ、ビーラ、不穏なる夜の街。はい、もうこれでコウモリで勝ち。まあ、コウモリで勝ち。え、勝ちじゃないか。まあ、か、まあ、てか、ブリンガー進化使いたいんですよね、ここ。もうなんか、その、勝つことは分かってるから、まあ、その強いのは分かってるから、ちょっとここはちょっと、次のターン、ブリンガー出すつもりでいてるんやけど、ちょっと悠長すぎるかな。運命。運命。まあ勝ち筋が相手にはないからな。マナリアの大魔法も持ってないし、まあギガキマだとしても9ターン目やろ。はい、悠長でブリンガーを出すだけで全部取れるわけでしょこれ。あ、しかもビカ、これ強いな。でもこれブリンガーいきますね。ブリンガーの動画やからさ、確定除去、うわー、はい、進化する。待て、これ7点、え、てかこれ今思ったけどさ、盤面3点確定除去ってことは、まあ基本的に盤面がガラ空きになりますよね。でガラ空きになった状態で自分のダメージが7点入ったら、基本的にこう、まあ、6体力が6とかこう小さい数字になるじゃん。で、これもし進化してさ、自分のこれ顔に6点いったら、こう笑えなくないこれ。そんなことあんまありえないか。6、だ、6、3に分かることないもんな、進化するけど。なんか、面白いけどやめろよ、マジで。こっち2点しか食らわんかったぞ、今の。7点入った、強いよ。こっち2点しか食らわんかったな。相手な、いや、こっち7点、こっち9点食らってんのか、でも合計。こっち9点食らって相手7点。割に合わねえな、これ。な、起死回生、小賢しいだ。ん？世界に宣告する。まあ、おお！